はい、皆さんこんにちは。じゃあ今日はなんとスペシャルゲストが来ました。日枝武選手です。ありがとうございます。久々やな。どうですどうした髪の色。やったー。今上手に来たんですよ。フジテレビは俺はベストイレブンだけだったんで、足にめちゃめちゃ足りない。待って待って、これ難しくねえか。これ待って、これ。いやでもね、ポポで変わったよ。俺が覚えてるのは、鮮明に覚えてるのはヒロが、あのポポってナイターの試合とか午前中練習するのよ、がっつり。もうボール回しとか結構練習して、で夜のナイターの試合に臨むんだけど、その午前中の試合でヒロがやらかしたのよ。モモラになんか違和感があるっつってね。そしたら柴田さん、当時のトレーナー柴田さんに言うじゃん。さあ柴田さんがやっぱり監督に報告行くでしょ。今日だけちょっと違和感があるんで、だから外しますって。試合の日だよ。サナもブチギレよ、監督が。ポポがなあなあ、もうお前はねベッカムかみたいな感じで。そうそう、スタメンだったんすよね。そう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 。でそっから干されたのよ、1ヶ月ぐらい。いや3ヶ月よ。3ヶ月か。3ヶ月干された。3ヶ月干された。ノーチャンス。それはもう次にチャンス与えられると必死やん。そのフロンパレの試合だから、マリノスっすね。マリノスか。相当必死にやってたのが伝わるのよ。もうほんとメンタル的にポポに成長させてもらったよ、彼は。ね、めちゃめちゃ感謝してましたから。あ、やっぱり、はい、あの時どうだったの。いや一番きつかったですね。だから一番きついっていうのは、ベンチに入れて、ベンチに入るんですよ。一試合も出してもらえないから3ヶ月何考えてんだと思いながら。そうだ、ベンチ外ならまだ分かるわ、ね、分かるんですよ。その時のちゃんと準備不足だっていうのがね。そうそうそう、けどベンチには入れるけど出しませんみたいな。あ、すごい、ね、いや一枠誰かに使ってあげろよと思いながらも。あ、いやまあまあ、自分が悪いからね。自分が、俺が準備不足やな、ね、みたいな感じではあったし、うん、すごいね。だから愛と無知が、なあ、今日一番練習しましたね、あの3ヶ月。ポポといつ会ったかな、2018年ぐらいになんか大阪でご飯食べ行ったんですけど、その時もその話になりましたもんね。なった、お前調子乗ってたみたいな。あ、まあ乗ってたわね。すいませんっつって。でもそれで彼もまた勉強したの。それは絶対大きかったよ。19歳にできたの。そうですね。あの時さ、中堅ぐらいのやつやなってみしたら、多分もう監督も次の年出ていってる。あ、そうっすよね。うん、絶対ね。もうやってらんねえって。そうっすよね。だからあの若い時にそういう経験できたのはすごく大きかったね。今日はだからそれで本当マジで変わったから。俺は良かったっすね、あの時。あの時で逆に。俺相当相談乗ってたからね、監督では。監督にめっちゃ呼ばれてたの。お前ですか。チーム状態どうだ、選手のコンディションはどうだ。ポポだって気にしますもんね。そう、めちゃくちゃ気にするのよ。で練習がめっちゃハードだから、もう選手は疲れてないか、休みいらないかとか、細かい、めちゃくちゃ。あ、そうなんですか。そうで、で、あの選手疲れてます、じゃあ休みしようとか、ちょこちょこ言ってたの。あ、そうなんですね。だからもうちょっとスケジュールとか相当気にしてたよ。もっと休みくださいよ、大臣。もうそういう状況じゃなかったの。めちゃくちゃ。何てんの、残留争いしてるの、真っ逆だから、もういつ落ちてもいいっていう状態で。アホだね、お前。休んでる場合じゃねえぞ、お前。確かにそうっすね。で、ここが来てね。体制がシャンスから変わって、新たにまたポポのやりたいサッカーを、ね、戦術を理解しないといけないじゃん。落とし込みから始めましたもんね。休むとこじゃないよ、必死についていくしかなかったんやからな。間違いないです。練習もハードだしな。練習マジきつかったっすね。でそっからまた若手がチャンス与えられるんだよ。あ、確かに。さらに清もそうで、秋もそう、まあ、家長ね、あいつらがまた家長なんかもう口ではやっぱ反抗的な態度示すからさ、余計ポポのターゲットになるのよ。そのたびに俺は呼ばれてな、こいつをまた呼ばれる。もう家長なんか大変だったよな。いやでもで試合ゴールするじゃん、でみんな喜ぶじゃん、あいつだけベンチ座ってたの。それがダメだったんですよね。そう、その当時の写真が新聞が載ったんだよな、足だけな、はい、喜んでみんな。したらそのスパイクは誰だって犯人探し。ピッチで、グラウンドでな、大津な。びっくりした、あれは。びっくりした。さら、秋だったら、はいっつって、ちゃんとやるから。さら、そっからもう、ぶわーよ。1時間ぐらい。やっぱり、点入った時はやっぱりみんなで喜ぼうと、うん。なんでお前はずっとそこ座ってんだ。で今はすごいですもんね、秋ちゃん。いや、多分、秋もポポに出会ってから、多分、サッカーの価値観というか考え方が変わったと思うよ。マジですごい。なあ、あの時だってターゲットは、まあ、家長、森重、清武、もうこの3人は絶対もうターゲット。もう若手のホープっていうか、若手で、もう森重の時はもうベッケンバーワー言われてね、
アキもなんか言われてたな。なんか言われたな。例えるのよ、選手で、ね、有名な選手で。お前はそうなんだみたいな。そうそうな。すごかったわ。もうブラボー、今、長友のブラボーあるじゃん。うん、あれだからね、あれポポじゃないですか。ポポもそうやし。ずっと言ってましたね。あの今、北海道の監督もそうだ。あ、ペトロビッチか。ミシャか。ミシャもブラボーとか言うし、うん、多分そういうところから、で森保さんはそこの下についてたから。うん、でそこからあ、そうですね。そうそう、だからそれが多分、最初じゃないかなとは思うんやけどね。ブラボーって絶対言ってたから。ポポも絶対いいプレーしたら、ブラボーずっと言ってたんだけど、うんうんうん、ね。それこそこの前、あの近づくんじゃないですけど、C 級行ってたんですよ、受けに。あ、ライセンス。ライセンス。イサがいて。あいつもライセンス行ってんだ。一緒に C 級今度は受けたんですけど、思ったよりめちゃくちゃ真面目でした。いや、イサは真面目。あいつ真面目っすよね。そうそうそう、みんな真面目なのよ。だから見た目はもうあんにゃやんちゃなんかなと思って行ったんですけど、めちゃくちゃいいやつでした。行って、うん、で、こんにちはとか言って、うん、イサやん。C 級取れて、じゃあ来年がまた B か。来年 B 行こうかなっていう。なんで将来的には指導者。いや全然なかったんですよ、指導者になりたいって。うん、けどこう長男がサッカーしてるんで、うん、なんかこう長男の試合をこう見に行くたんびに、うん、こういろんなチーム見るわけじゃないですか。ってのはなんか自分もやってみたいなみたいな。もう育成年代を。育成年代よ。でも俺もう上やりたくないんで。あ、じゃあもう育成年代でアカデミーの方をやりたい。やりたいです。やれるんだったら。だからなんかやってみたいなっていうのでとりあえず撮ってみよっかみたいな。作っちゃえばいいんだよ。ちょっと何言ってんですか。あ、作るぞこれ。そうか、なんとか清武なんとかなんとか、その準備です。そんなあの大分にライバルチームなんか作んないですよ。これ作るぞ。作るんですかね。大材あたり行くんじゃねえか。そしたらもうグラウンドできてるかもしれない。清武グラウンドみたいな。広島グラウンド。そんなね、ライバルチーム作んないですよ。多分これ見てる人ヒヤヒヤしてる。うわ、清武来るか、大分につってな。いや、なんか恩返しをしたいですね。恩返しがなんかその、もうスポーツに対して、うん、サッカーもそう、サッカーに対して、うん、だから、トーンみたいに、うん、また大分からの世界に、うん、出るような選手を、こう、見てみたいなっていう、育ててみたいなっていうのがあるから、うん、そのチームを、いや、まあ、そうなったら作るしかないやんな、自分が育てるんやったら。それはわかんないですよ。うわ、ニヤニヤしすぎる。計画あるんだ、これ。もう頭の中はもうそういう計画だよ。うわ、でも素晴らしいよ。だってもうそれだけの経験してるから、彼は世界で。そうですね。やっぱりそういう経験はね、やっぱり子供たちに。そんなことないです。いや、いいじゃん。そういうのも言わんでも。実はもう考えてるとか。もう実はできてんじゃない。そうですよね。一概に名前変えて違うやつにやらせるかもしれない。雄大あたりに。そわそわしてんじゃないの、この人は。そわそわしてんじゃない。本当はまだね、あ、そう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 、カメラとか来る予定やったけど、まあちょっといろんな、まあ、まあちょっと家庭の事情でね、はい、来れない人が何人かいたけど、まあ、いや俺それこそ、タメに、俺、だからタメがもうセレッソ来て何年目あいつは。2年ぐらい。2年目ぐらいですかね。で、俺、あいつがこんなに真面目だとは思わなかったんですよね。あ、そうなの、みんな、あいつも真面目なのよ。めちゃくちゃ真面目っす。そうなのよ。練習がちゃんとめっちゃびっくりした。あ、そうなの、はい、どんなタイプと思ってたのあいつ。いや、チャンプランして飲みまくってんやろなぐらいなイメージです俺は。けどもう全然っすよ。いや、そうで去年そうで伝わるやつ。今年1年間とか、うん、あの一滴も酒飲んでないから、うん、禁酒してたし。いや、だから飲むときは飲むのよ、はい、で、もうほんとサッカーにあいつ好きだから真面目なのよ。ほんとに一人でやれんの。いや、もう淡々とちゃんと練習するし、うん、自主練するし、うん、だから今年ずっと出てるじゃないですか。あいつよかったな。めちゃくちゃよかったっすよ。ため言ったらためのチームみたいな感じでしたからね、本当に。それこそ左サイドで起点作ってくれて、あのゲーム作ってくれるみたいな。うまいじゃないですか、技術も。なあ、あいつ足ほんま速くないけどボール持ったら速いよな。そうなんですよ。なんやろ。で、あの推進力あるから。なあ、はい、じゃあ乾杯しよっか。はい、とりあえず佐々木さん、はい、じゃあ、はい、来年も頑張ってな。ありがとうございます。見て、そして豪華な料理どうよ。スタッフが用意してくれましたよ。抜いてきてよかったっす。なあ、朝飯これなんだと思う。で、関味でしょ。これは関様でしょ。わかる、わかります。ほんとか、はい、もう目見たらわかります。そういう質問が来るんだね、大分愛ね。あ、あったあった。はい、これカメラに見せて。大分県、大分トリーダの愛ってこと。あ、そうやろ。大分といえば高松大輝さんですが、高松大輝さんといえば、はい、ミスタートリニータですが、うん、いきますよ。
若い順に答えてください。えぇー何それ、はい、ビン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 絶対アップ若い順やろ、若い順やろ、絶対アップ若い順やろ。これはちょっとすごくない？若い順いいの出していいの？出していいよ。はい、じゃあこれ、じゃあ大吉さんこれも。ええ、あ何、ちょっといくよ。あ、D ちゃん。正解は、はい、B、A、D。 いや、D ちゃん。えぇ、D っていうか俺やから分かるやん。間違えてる。俺も分かって、いや、そうだよね。逆だよね、これ。いいや、いいや、いい、なんかってことで準備がしっかりできとるやん。珍しい、ミスターチャンネルっぽくない。ということで、ミスターに1ポイント。はい、よしよし。第2問、はいはい、いいよ。よたけ選手は大分の主砲です。はい、また同じパターンじゃない、はい、自分でも間違えるかも。せーの、はい。ほら、そうやんな。あ、もう簡単やん、これ。1。え、え、嘘やろ。ちょ、待って全然ほら、俺。ちょ、待ってよ。あ、ちょ、待ってよ、これ難しくねえか。ちょ、待って、これ、ちょ、待って、これ難しいわ。俺もわからなかった。違う、違う、これせこいわ。俺もわからなかった。ダキさんは DBCA。 俺は DBAC。 DBAC 正解は D、うん、B、うん、C。 えぇ、おいおいおい、マジ大正解。いやいや、DB はそうかなと思ったのよ。CA はちょっとわからなかったな。これユニフォームでちょっと違うんじゃねえかって、今年これやったかなみたいな感じだったのよ。おー、そこやばっ。ミスターにワンポイント。よし、やばいやばいやばい。俺だってセレッソの仕事欲しいから、セレッソ大阪の仕事もらうために頑張るわ。次タメだね、タメこれ。一応タメだって。あいつが一番わからんだ、マジで。どうしよう、あいつの興味ある？誰かやるでしょ。俺やりたい。大順に答えろ、はい、うわ、ちょ、待って、ちょ、待って、待って、え、ちょ、待って、待って、はい、10秒。ちょ、待って、いや、全然わからん、全然わからん、全ちょっと、これは難しかったな。はい、はい、じゃあ、はい、答えと一緒にこっち向けてください。はい、じゃあ、はい、はい、これこれ、はい、なんかこっちちょっと、はい、あ、そうです。え、大吉さんは A、D、B、C。 やっぱ A、あれ、え、清武選手はB、D、A、C。 正解は、はい、A、おい、 D、おい、 B。 すごい、すごくない、さすが、やばくない。え、 A いつですか、A、A、A は2016年。え、代表の、代表入ったの？はい、多分入りましたよ。そうなん、 あれ23ですか？あの、多分 A じゃないです。あー、はい、オリンピックの、はい、あ、いや、すごくない？ちょっと待って、すごい、な、観察力やっぱり違うよね、俺ね。いや、すごいよ、大吉さん、俺全然わからん。こんなすごい得意なの、やっぱりね、違うの、違う能力盛り上がった、意外と。え、雄大のはないの？あ、雄大はないです。いや、雄大をオチに使うのは悪いよ。もう雄大参加しなくなるよ、ミスターチャンネル。いや、それは悪いよ、それは悪い。最後の、はい、最後の、はい、もう締めんね。もうだって俺の勝ちはもう3連勝。じゃあ、じゃあ、そのフリップ置いて、あ、これ僕俺は負けっすよ。なあ、はい、ニータンとか書くとかじゃねえやろうな。え、いや、ニータンか。ニータンか。で、最後のフレーズです、はい、ニータンを30秒で書いてください。はい、レディー、見てこんな感じ。ニータンって丸い顔してたよね。ニータン、カメっすよね、カメっすよね。ニータン覚えてますか？これでしょ、カメ。ニータン、これカメ。やった、あ、やったなあ、やったなあ。もう一番サミパターンやな。一番えぐいな、お前。もうそれはね、やばい。ニータン、マジで思い浮かばないよ。やばいよ、それはお前。いきます。
きます。じゃあミスター俺も大体絶対合ってる。いいよ、いい、俺もマジでちゃんと書いたから、うん、正解をダンできた、うん、あんま変わんないです俺は。いやだから顔の位置がちょっと違う。だからニータンっぽいやろ俺の方が。誰も拍手せんやん。じゃあもういいのかな、はい、今日はもうこんな感じで。今日どうやった、楽しかった、はい、めちゃくちゃ楽しかったです。ご飯もな、ご飯美味しかったし、美味しかったしな。でまたあのやりたいですね、あの来年あの あいつらで雄大ちょっと返せやったな。雄大の写真も用意してもらってな。そうですね、まあ今は直接あんまり関わることはないですけど、あのインスタグラムだったりツイッターとかですごくコメントもらえるんで、あのすごく力になってますし、また来年も、自分自身頑張りたいと思うので、はい、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日のゲストは清武宏先生でした。ありがとうございます。ありがとうございます。だいちゃん、じゃあさ、俺ゲストにしたらインターンします。